誕生日に贈る言葉。7月29日生まれの感受性豊かなあなたに、キキ物語。7月29日生まれのあなた、お誕生日おめでとう。この日に生まれたあなたは、感情、感性、そして想像力の豊かさが特徴です。大胆で才能にあふれ、チャーミングです。インスピレーションと人からの励ましがあれば、高みに登ることのできる石強固な獅子座です。支配性の獅子座の隠れた影響で、プライドが高く、人に認められたいと思っているあなたは、自信にあふれた印象を与えようとします。何事も感情で判断するため、自己表現の方法や芸術的、創造的才能のはけ口を見つける必要があります。感情の幅が広く、思慮深く、温かい性格なので、人から尊敬を受けます。しかし、自分の思う通りにならないときは、支配的になり、感情を爆発させる傾向があります。ただ、この豊かな感受性は、優れたビジネスセンスを損なうものではなく、あなたは金運には恵まれた一生を送ることでしょう。毅然として不屈であり、強い義務感を備えています。興味を惹かれるものがあれば、とりわけ意志が強くなるでしょう。優れたビジョンと熱意を組み合わせることで、人に感銘を与えます。おごらず、バランスを保つことで、しっかりと地面に足をつけておきましょう。太陽が乙女座に移動する24歳以降は、高圧的なところがなくなり、分析的、現実的、内省的になります。義務を果たすことに時間を取られ、より完璧に、より効率よく働くことを目指すようになります。54歳には太陽が天秤座に移動し、人生の重点が変わり、リラックスし、駆け引きに長け、創造性が発揮され、人間関係が重要性を占めるようになります。7月29日の誕生花はエキザカム。花言葉は愛の告白。ラムサからの今日のメッセージ。あなたが霊的な旅を選択したということは、神を定義することを選択したということだ。なぜなら、それがあなたの目指す旅の目的地に他ならないのだから。では、神を定義するとはどういうことだろうか。それは、霊的な自己を定義するということである。その時、あなたは想像を超えたことをする力を得ることができる。それでは、あなたにとって大切な今日のこの一日、健やかに過ごせますように。